ハンス・フレデリク・ギューデは、ノルウェー生まれで、ドイツで活躍した画家である、風景画や海洋画を描いた、クリスチャニアで生まれた。1838年から1841年の間、クリスチャニア王立絵画学校で、フリントーに学んだ後、デュッセルドルフに移り、風景画家のアンドレアス・アッヒエンバッハに学び、1842年に、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、 ヨハンビルヘルムシルマーの下で学んだ。1844年に卒業した後も美術アカデミーに女子として残った。1846年に友人となったノルウェーの画家アドルフ・ティーデマンとノルウェーを旅した。ティーデマンと牛では多くの合作の絵画を残すことになる。1848年から1850年はクリスチャニアに滞在し、その後再び、 デュッセルドルフに戻り、ベルリンの展覧会で賞を受賞した。1854年に、シルマーが、カールスルーへの美術学校の校長になると、シルマーの公認として、デュッセルドルフ美術アカデミーの風景画の教授となり、1861年まで続けた。その後2年ほどウェールズで過ごした。1863年に、シルマーが没すると、 カールスルーへの美術学校の校長職を継いで、1870年までその仕事を続け、その後も1880年まで教師として働いた。かつての教え子で、ベルリンの美術学校、コニグリーチアカデミーデア・クンシュタの校長になったアントン・フォンベルナーに招かれて、ベルリンの美術学校の風景画の部長となり1901年まで教授を務めた。ベルリンで没した。 主な学生や弟子には、エリク・ボドム、カール・カブン・シャム、バルター・ライスティコフ、コンラート・アレクサンドル・ミューラー・カーズワリー、パウル・ミューラー・ケンプフ、ハンス・ボルカーラがいる。ありがとうございます。